倉庫のそこそこラジオ。どうも、関西で喋り手などをしております倉庫と言います。そこそこラジオ、今回のテーマは作業服業界の底にです。この間ちょっとまあ驚きまして、まあ今更ながらかもしれませんけれども、よく行ってるショッピングモールに入ってる店舗、今まで行ったことなかったんですけど、フラッとなんか入ってみたら、その安さとそして機能性のコストパフォーマンスにびっくりしまして、この値段でこんな服売ってんのとか、こんなリュック売ってんのって驚いたお店があったんですけど、それがあの玉浦アスレっていうお店で、英語で書いてたんで、まあちゃんと読んでなかったんですけど、玉浦って聞いたことあるなって思ってて、なんかひらがなの玉浦見たことあるなっていう、国道とか走ってて見たことあるなって思ってたんですけど、作業服とか作業用品などのお店でね、大阪の枚方市が創業なのかな、で北河内とかに店舗が結構あってということで、その新しくこう出されたお店が玉浦アスレで、いわゆるその新しいコンセプトのショップということで、まあ先を行ってるワークマン、作業服業界のねパイオニア的なワークマンプラスなんかに対抗するために、多分モールにそういうお店を、コンセプトショップを展開した1号店なんかな、玉浦アスレ。そこでね、初めてこう玉浦の商品に触れたんですけども、ワークマンもめちゃくちゃいい商品で、機能性抜群で、とにかく安いので、もうびっくりして、僕もあのここ 2,3 年かな、やっぱこの流行りに乗じて買うことも増えて重宝させてもらってるんですけど、玉浦アスレ、玉浦もあったかと、恐るべしやの作業服業界と。やっぱりね、その作業する中での機能性をね最優先に開発されてきただけあって、まあその防水性であったり撥水性とか、あの機能性、保湿とかもですね、保温とかか、まあとにかく優れてる。で高かろうね優れてるっていうのは、アウトドア業界のブランド結構ありますけど、もうそのアウトドアブランドもうかうかしてられないですよね。まあ今更ですけど、ワークマンプラスはめっちゃアウトドア業界に殴り込みっていうかね、おしゃれなものもいっぱい出してきて、あの山登りにもね適している、そういったパンツ、ウェア、レインコートとかも出してきてますけど、玉浦ですよ。次玉浦アスレです。もう来てるんやと思いますけど、僕は知らなかっただけで、もうこれから僕ちょっと玉浦アスレ買いに行くと思います。結構リュックもね1000円切って、このしっかりしてるんですよね。もうその玉浦アスレもワークマンプラスもやっぱり作業着でね、そう簡単に破けたりしたら困るとか、やっぱそういう作業着関連の方に、作業服を着る方にクレームをねいただいてもいけないとか、そういうとこから開発の努力っていうか、そしていかにコストを抑えてっていう、やっぱ企業努力なんでしょうね。それが今この21世紀に実を結んでいるという形ですよね。うん、僕ファストファッションはもうほとんど興味がなくて、ユニクロとか GU とか、何ですか、
ザラとかでしたっけ、そういうのとかはもうほとんど買ったことないんですけど、やっぱ機能性にめっちゃ惹かれますね。アウトドア、バイク乗ったりとかツーリングするとかなるとね、水を弾いて風を通さず、これやっぱ、そしてこの値段という、暑いなってこの間ちょっと本当思ったという話でした。はい、作業服業界恐るべしという話をしたくてさせてもらいました。聞いていただいた方ありがとうございました。そうこうでした。さよなら、バイバイ。